ってますか？電話も最近かかってこないけど、私と同じくらいあなたも毎日に追われてるのでしょう。そうね、中途半端にあなたの声聞いちゃったりしたらきっと寂しいなんて泣いちゃいそうで、迷惑かて歌わないから、ラジオからのクリスマスソング、あなたもどこかで来てますか？あなたの知らない私、確かめたくないですか？待っているから、待っているから、二人で過ごしたいから、クリスマスまでには間に合うように、私の元へ帰ってきてね。ずっと遠く、すごく遠く離れて、あなたなしでも私はちゃんと暮らしてますなんて、もどる